はいどうもこんにちは、ロッテです。ということで本日はスプラの歴史史上屈指の名言と言われているお風呂死ねについてね、解説していこうと思います。その前にね、もしよければチャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。では早速いってみましょう。まずこの言葉は2018年に行われた第4回スプラトゥーン甲子園新越地区大会の1回戦スクイットチルドレン VS バリアブルご飯の試合において生まれました。もともとスクイットチルドレンは自己紹介のホワイトボードにお風呂に×をつけたイラストが描かれており、試合前から露骨にお風呂 NG を掲げていました。そして始まった第1試合、なんと対戦相手のバリアブルご飯はバリアブルローラーシャープマーカネオお風呂お風呂というお風呂でご飯に名称変更した方がいいんじゃないかと思うようなとんでも選出をしてきました。まあこの時のお風呂は結構な強敵な扱いだったので、こんな編成になっても意外なことではなかったんですが、ついでにこのお風呂イラストは登場から数秒で伏線回収する形になりました。そしてやはりこの試合ではバリアブルご飯のお風呂が猛威を振るう結果となり、試合時間残り5秒で3枚落ちするなど、スクイットチルドレンのメンバーはかなり苦戦を強いられました。しかし3分間の激戦の末、この試合は 2% 差でなんとか逃げ切ったスクイットチルドレンの勝利という結果に終わりました。その後勝者インタビューが行われ、ここで事件が発生しました。ではここからは実際の勝者インタビューの映像を見ていただきましょう。どうぞ声聞いてみましょうか。じゃあ2試合目に向けて一言あればよろしくお願いします。お風呂死ね自分そっかそっか、これねこれねありがとうございました。スクイットチルドレンでした。はい、こちらがあの品位ということですねなんとスクイットチルドレンのメンバーの一人が勝利の喜びではなく風呂への殺意を語り、その上うつむきながら中指を立てるというある意味ウルトラムーブをかましてしまいました。そしてここで会場の雰囲気は一気にお葬式ムードへと一転し、司会者が急いで撤退を促すも、スクイットチルドレンはかなり小さな拍手で見送られることとなりました。加えて司会者もこちらが品位ですねとさりげなくクリティカルな煽りを投下するという結果に、彼らはその後3回戦で姿を消すことになりますが、間違いなくこの大会で最も名を残したプレイヤーとなりました。彼の伝説はここでは終わりませんでした。なんとこの大会から2週間後の9月14日お風呂の大幅な弱体化が決定しました。もともと実装当初から圧倒的な塗り力と理不尽なキル、そして高すぎる対面能力から弱体化が叫ばれていたお風呂ですが、最終的にこの結果を導いたのは絶対に彼の存在でしょう。知らんけど。以上がスプラの歴史の中でもトップクラスの名言と言われるお風呂死ねでした。他にもね、なんか知りたいことあったらコメント欄にお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。